発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーの和樹です。本日は何もなさずに20代を過ごした発達障害男の末路についてお話しいたします。発達障害持っていますと、仕事や人間関係、プライベートおよびいろんなことで苦労しますよね。あなたは今人生充実していますか？うるせえってね、こう思った方にこそぜひ見ていただきたいんですけども、もう幸せに満ち足りてますなんてことなかなかないですよね。そういった方はね、この動画見る必要全くないのでですね、ぜひ他の動画見ていただければと思うんですけども、僕というのは現在カウンセリングやったりとかイベントやったり、いろんな方と業務提携をしてビジネスを起こしたりっていろいろやらせていただいてるんですが、人並みにやっと暮らせるようになったのって最近なんですね。20代の頃なんかもう何一つなせずに、何一つ努力できずに、ただ仕事と家の往復で、ちょっと仕事終わりなんかはお酒飲みながらニコニコ動画とかを見て、もう時間をね、潰したというか、ストレス発散していたっていうような時代が結構長かったんですよね。もう充実はしていない、お金はないと、で幸せになりたいし人生逆転したいんだけども、何やっていいかよくわかんないっていうことがあったので、ぜひそういった方には今回この動画見ていただいて、人生をちょっと変えるきっかけにしていただければななんて思います。というのも、どんなに今辛くたって、どんなに今何もなかったとしても、人生はいくらでも逆転が可能です。1年から3年ぐらいでコロッと変わっていきますので、すぐに結果を求めるなんてことはせずにですね、何かしらアクションを起こしていただきたいんですね。ただ、実際自分に合ったことを見つけたりとか、正しい行動ってもしないと何もなせないことがやっぱり人生あるじゃないですか。なので、何もなせずに何も継続できなかった僕というのは20代どんな時代だったのかというのを今回お話しします。そしてそこで危機感を持っていただき、じゃあどうすればいいのかっていうところをね、最後お話しますので、最後までご覧になってください。というわけで、毎日を浪費した男の末路、僕のことなんですけども、これ一つ目のポイントが低収入ということですね。やっぱりね、お金が稼げない、月数十万円のフリーターっていう時代がものすごく長くて、20万円いったのはおそらく20代の中で3回だけなんですね。それも派遣会社を通して介護をやった時に20万円もらいました。でも基本的にその3ヶ月でですね、クビになってしまいまして、それ以外の時はもうそれを超えたことはなかったですね。正社員で働けていたとしても、中小企業でボーナスもないと、で、なんか年金とか、社会保険とかもなくて、国民健康保険ずっとやってて、本当にいろいろと、やばかったです。やっぱ知識がなかったからね、その分こういうふうにしてくださいよっていうことを会社に求めることもできなかったですし、逆に知識持ってたとしてもすぐ辞めちゃったりとか、実力がないっていうことでやっぱ言えなかったんですよ。なかなかフリーターですと、お給料20万円以上もらうって難しいですよね。実際、アルバイトね、1時間1000円だったとしても、1日8時間で8000円。週5働いたとしても8、5、40で4万円ですよね。かける4週間、1ヶ月分だとしても16万。そりゃ、20いかないよっていう感じですね。しかも1000円切ってたし、もちろん正社員として働いてた時もあったんですけども、やっぱりそれも続かない。コロコロ転職しちゃって、練習なんてのもね、一切ありません。あなたも思い当たるしありませんか？なおかつね、やっぱりそういった飲食店とかしか僕、勤めることできなかったんですけども、飲食店が苦手で、本当に毎日が辛いっていうね。一時期毎日テキーラ飲んで帰っていたっていうことがやっぱありましたね。それだけやっぱり無理してたんですよね。で、実際29の時なんかは、フリーターではありましたけども、おそらく年収100万切っていたのかなと思います。いや、それそもそも生活保護もらった方がね、もらえてるやんみたいな。おそらく生活保護って13万円ぐらいもらえますよね。余裕で29ぐらいの時10万切ってたんで、っていうぐらいえぐい生活してたんですね。なので、やっぱり発達障害の特性に振り回されて、ちゃんと仕事ができないとか、長く続けられないなんてことがあると、こういった低収入っていう風になってしまっていました。そして、毎日を浪費した男の末路、二つ目のポイントが、友達がいないっていうですね。プライベートでも仕事でも仲良くなる人がいないみたいなね、ことが結構ありました。やっぱり人付き合いが極端に苦手なんですよ。で、なおかつ、出会いを自分から求めようとしないからこそ、そういった趣味仲間とかね、
腹割って喋る友達なんてのはいませんでしたし、職場なんかでも仕事はできないんだけども、職場の人に常に不愛想で職場の人と関わろうとしないから、困った時に助けてもらいにくいみたいなね、もうそういう負のループなんてのをやってました。もう自分の体にすごいこもってたんですよ。友達いないんだったら、ね、コミュニティなんか入ったらいいじゃんって今だったら僕は言えるんですけども、当時の僕なんかは、いやそもそもどんなコミュニティに入ったらいいか分かんないとか、今だね、まあ、こちら俺やってるよと、発達障害の交流会もめちゃくちゃいいよと、しかもこれ北海道から沖縄まで全国でやってるからねってね、今だったら言えるんだけども、まあ、そう言ってくれる、まあ、人もいなかったですから、やっぱり常に孤独で、寂しい思いをずっとしていました。でそこまで困っているんだったらね、職場で人間関係作れよっていう話だったんですけども、俺はもう仕事だけをしていたいみたいな、なんで仕事をしに来てるのに人間関係うまくやんなきゃいけないんだみたいなね、一生ひねくれたことだったんで、今だったらね言えますよ、いやそういった人間関係含めて給料の中に入ってんだよってね言えるけども、まあね、やっぱりいろんな傷ついた経験とかがあると自分からね積極的に接しようっていうことも難しいですし、疲れてしまいますから、自信もない何もなしてない20代、そういった寂しい時代というのを過ごしていました。そして3つ目が自信がないということです。もうとにかく劣等感が大きくて、自信が持てずに、もうすごいいつも消極的だったんですね。これなんでこんなことが起きたかっていうと、やっぱり何か一つのことに没頭する、努力する、積み重ねをするってことができませんでした。まあ今考えたらやっぱり飽き性なところであったりとか、何でも一人でやろうっていうふうに考えていたところからそういったことが起きたのかななんて思うんですが、趣味も資格も仕事も続かない、仲間がいたらすごく楽しく続けられたんだろうけども、その人間関係すらもないっていう状態ですから、メンタルや体、見た目はもう見るからにもう自信なさげでしたし、そのことによってやさぐれておしゃれなんてのもサボっていました。やっぱりね、この自信のあるかないかって見た目にすごく出るじゃないですか。常にうつむいてこうやってね、猫背で下向いて歩いてたら自信なさそうに見えますし、てか自信ないからそうなっちゃうんだけども、なよなよしてしょうもない人生を歩んでいました。そして4つ目が夢がないということですね。自分には何もできないんだと、何も目指さなくなってしまっていたんですね。まあ、特に20代後半の時はそうでしたね。それから僕、昔は結構熱かったんですよ。学生時代とか、まあ、20歳ぐらいの時は俺はね、もう世界を幸せにするんだみたいなでかいことを言ってたんですけども、当時は医者になりたいだって思ったこともありましたし、でバンドで成功したいとかってもありましたし、デザイナーやりたいとかって、ね、いろいろやったんだけども、全部うまくいかない、もうことごとく夢破れていくってね、そりゃ心もすさんでしまいますし、あ、夢持つことなんてダメなんだなと、自分は何もできないなんてやっぱ思い込んでしまいますよね。でこれなぜこういうことが起きたかっていうと、やっぱり努力が続けられない、続ける方法が知らないってことだったんですね。25歳の時にもう石材掲示して、やっぱりこのままじゃまずいって思ってアパレルの学校行ったんだけども、2年間学校卒業して、結果3社連続3ヶ月クビみたいな、もうそもそもアパレル向いてないみたいなね、年間俺100万ぐらい学校に払ったんだけども、え、結局向いてないのみたいなね、絶望っていう時代がやっぱりありました。人間というのは前向きに何かを目指している瞬間というのはすごく生き生きしてますし、やっぱ活力っていうのが出てくるんですけども、失敗経験であったりとか、周りでサポートしてもらえないなんてことがありますと、どん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 後ろ向きになって、何も目指す力がなくなってしまう、自分で歩めなくなってしまうってことがどうしても起きてしまうんですね。そして何もなさなかった男の末路、5つ目がもうとにかくネガティブでした。後ろ向き、もうこんなねポジティブなことを言ってるとこからはね、想像がつかないぐらいですね、下手したらもうめちゃくちゃひねくれていろんなことを見ていましたね。やっぱりさっきの自信のなさというところから常に悲観的でいましたし、自分を責めるっていうことをずっとやっていましたから、認知が歪んで人にまでそういったひねくれたネガティブっていうのをね、こう押し付けるというか見方をしてしまっていた時期もやっぱありましたね。誰かがうまくいったとしても素直におめでとうって言えないであるとか、そういう時ってありませんか？誰かがね、自営業として成功していたって言ったら、うわすごいおめでとう、頑張ったんだねって、まあ言えたら素晴らしいじゃないですか。でも、クソ、成功して悔しいみたいなね、思っちゃうこともありましたし、誰かが誕生日になった時も、自分のことをね、別に祝ってもないし、祝われもないしながら、ただの平日でしょとか言ってね、思ってしまったりとかね、いや人間そうなるんよ。仕方ないよ。環境によってプラスにもマイナスにもなってしまうのが人間なんですね。しかも、そういうのって、結局、自分に全部返ってくるものですから、メンタルが常にやっぱり落ち込み気味になってしまうし、ストレス受けやすいので常に体もだるい状態でした。土日ね休んでも体の疲れ取れないみたいな、発達障害の特性に振り回されて自分で何も頑張ることがないなんてことが続いてしまいますと、やっぱり人生はうまくいかないなとネガティブになってしまいます。
そして6つ目が貧弱な体です。もうとにかくガリガリで、なんだ、体力もないし体が弱くて風邪ひきやすいなんてことが長かったです。栄養も足りていないですし、運動不足なので、いろんな、まあ、病気になったりとか体調不良っていうのも結構ありましたね。今だったらね、栄養の知識があるから、まあ、貧乏でもとりあえず胸肉とかね食べればいいじゃんとか、卵でもいいから食べようよって思ったりするんですけども、いやーなんか胸肉とかパサパサしてたしとかね卵もそんな毎日たくさん食べれないよみたいな、もううるせえよみたいなねやっぱそういうひねくれた昔時代あったんですよ。しかも今だからこそ運動大事よねってわかるけど、なんで仕事で疲れてるのに家帰ってまた走んなきゃいけないの、疲れなきゃいけないのってやっぱ思うじゃないですか。そっちのね、運動した方が絶対疲れ取れるって今だったらわかるんだけど、やっぱり知識がないっていうのはね、まあ、恐ろしいことですね。実際、まあ、この動画でもお話ししたように、運動をすることによって人生ってめちゃくちゃ変わっていくんですよ。でもやっぱりそういったひねくれ時代っていうのは、運動なんとかもね嫌いで習慣することできませんでしたから、どんどんどん体は弱っていって、心も体もボロボロでした。そして最後7つ目が、知識もスキルもないということですね。何もなさないから何も力がないと。副業、資格、起業、ね、なんかやりたいなって思うんだけども、自信がないから勉強もしないと。どうせダメだろうと諦めている時代が僕は長かったです。ホリエモンとかのね動画見て、ああ起業してえなとか、ロバート清崎の金持ち父さん貧乏父さんとかをね数ページ読んで、なんか読書した気になって、俺は絶対稼げるようになるとか言ってね、なんかたまにモチベーションは上がるんだけども、それを実際に行動を起こしてね続けるだけのモチベーションもなかったですから、やっぱり成果って出ないんですよね。もちろんお金持ちになりたいって思いは大事なんですよ。思いは大事なんだけども、どこまで行っても人生って積み重ねでしかないので、こんなくだらないことをしょうもねえなって思いながらも、一歩一歩進んでいくことが重要なのにもかかわらず、それができないと。この7つのうちどれか1つでもちゃんとしっかりできていれば、そこからね波紋が広がって、どん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 いろんなことが良くなっていくこともあるんですが、やっぱり誰も助けてくれない、何していいかもわからない、継続もできないなんていう時代がありましたから、そういった、ポンコツ時代っていうのを過ごしたんですね。あなたは今言った7つどれだけ当てはまったでしょうか。昔の僕と同様にフルコンボだろっていう感じでしょうか。僕はね、もう29歳の時に、あ、やばいなと。今はフリーターでいいかもしんないけど、俺これ5年後人生積むなって気づいたんですね。本来であれば20代後半ではヒルズ族みたいな形で、ね、与沢翼みたいなお金持ちになっているって予定だったのに、え、フリーターなんでこんな稼げてないのみたいな、現実と理想のギャップがやばいみたいなねって思って、僕 YouTube 始めたんですよ。それで YouTube がよって話なんですけどもまあ結果としてそれが自分には合っていたってことなんですね。まあもちろんすぐに結果出たかっていうと一切出ませんでした。むしろ普通の人よりも僕伸びるのすごく遅かったですね。センスがなかったので。ただコツ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 続けたことによって、まあ収入はまあそこそこで、友達はまあまあと、で自信はまあそれなりで、まあ、夢は強くてポジティブで、体は強くてそれなりの知識やスキルぐらいには今なったんですね。と 2,3 年で人生って大きく変わるんですね。え、こんな YouTube で語るほどすごくないやんってね思ってしまったらごめんなさい。でも別にメダリストのように全てを一番にしなければいけないなんてことありません。言ってしまえば1万番目だったとしても、今の世の中日本ではご飯食べていけますし、日本は内需ね、国内だけでの需要でビジネスっていうのが回るので、あなたがこれから自分は人生変えるんだと言って副業とか自営業なんてのを始めてもらえれば、人生ってみるみる変わっていくんですね。29歳の時ただのフリーターだった僕が、今ではカウンセリングとかコンサルイベントをやっていて、なおかつこれからカウンセラーしたい人とカウンセラーできる人をマッチングするサービスを作り、安くて毎日カウンセリングできるようなシステムを作ろうみたいな風に動いてるわけですよ。クラウドファンディングとかもやってるので、ぜひ皆さん応援してほしいんですね。そういった何の助けもなく、どうしていいかもわかんない昔の僕のような人を救いたいって思って一生懸命動けるようになったんですね。今やっと余裕ができたから。もし自分人生変えたいんだけど何やっていいかわかんないよっていうのであれば、お声掛けいただければ1対1でカウンセリングなどさせていただきますので、動画説明欄のホームページからお問い合わせいただければと思いますし、発達障害というのは苦手なことっていうのはたくさんあるんだけども、でも得意なことっていうのは絶対にあるんで、その得意を見つけ伸ばしていっていただければと思います。あなたはこれから人生を逆転することが可能なんですね。自分のやりたいこと、今からできることっていうのをちょっとずつやっていてください。でも自分自信ないんすよと、どうしていいか分かんないんすよと、人生逆転したいけど何もうまくいきませんって方もいらっしゃると思います。なのでこれからね、あなたがいい人生に変える方法
というのを続き僕の公式 LINE の方でお話しいたします。本当に人生変えたいんだってことはぜひご覧になっていただきたいんですが、せっかくここまで見てくださったのでここで一つだけお話ししてい、 いければななんて思います。まず大前提としてやっていただきたいというのは環境を変えるということなんですね。つまり人というのはどこまでも環境に流される生き物なので、もしあなたがネガティブで夢が見えなくてもう風邪ひきやすくて何も継続できないんだというのであれば、あなたを応援してくれるような環境であるとか仲間ってのを見つけてほしいんです。やっぱり今の世の中って全体的に夢見にくいですよね。例えば僕だったらメンタル病んでる人とか発達障害の人の力に少しでもなりたいんだって思うから、そういった安く毎日カウンセリングを受けられるようなシステムを作るっていう風に動いてるわけじゃないですか。でも周りに言っとれを、ね、言ったらどう反応返ってくるかっていうと、なんか難しいんじゃないとか、いや、やめといた方がいいんじゃないって、まあ普通の人だったらやっぱそう返ってくるもんなんですよ。みんなが黒だって言ってる中、いや白だっていうのって難しいじゃないですか。だからこそあなたのありのままを認めてくれたりとか、あなたの背中を押してくれる人ってのを見つけてください。いや、そんなんないよって言うのであれば、さっき言いましたよね。このイベント参加して、東京だったらほぼ毎月やってるし、今年来年と、まあ、北海道から沖縄まで、ほぼ全国の主要として、僕イベントやりますので、こちらも公式 LINE のイベント情報からチェックしてほしいんですよ。僕は最後まであなたの背中を押し続けます。今は辛いことたくさんあるかもしれないけど、大丈夫。あなたは幸せになる力を持っていますから。ちょっとずつね、一歩ずつやっていきましょう。そのためにはね、一人で頑張ろうとせずに環境づくりっていうのをね、まずやっていただければと思います。そしてじゃあもっと具体的にどうしたらいいのとか、よりスピードを速く結果出すにはどうすればいいのというのは公式 LINE の方でお話しいたします。動画説明欄にある公式 LINE に登録していただきまして、今回のキーワード逆転というのを入れていただきますと、人生を逆転する3つのポイントについてお話します。これからあなたが人生変わるきっかけになりますので、ね、ぜひご覧になってください。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。この動画を見てより多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。人生ね、本当大変なこといっぱいありますし、暗黒の僕は20代、学生時代を過ごしたんですよ。幼少期なんかも結構家庭環境ドロドロでね、辛かった時期長かったです。でも大丈夫、あなたが今30代40代50代60代であろうと、数年で人生大きく変わりますから、共に成長していきましょう。あなたの幸せ、このように応援しております。以上、和樹でした。Thank you.